子どもセルフガイドは、小中学生が当館の所蔵作品に親しむためのツールです。美術館1階のインフォメーションカウンターにて無料でお渡ししています。子どもセルフガイドは書き込み式のカードです。鑑賞体験をより深めるための問いかけや情報が載っています。セルフガイドは作品を見るきっかけです。1枚のカードにつき1点の作品を取り上げています。50種類ほどのカードの中から展示に合わせて6枚セットでお渡ししています。カードをもらったら作品を探しましょう。作品を見つけたら、まずはじっくり見て、問いをきっかけにさらに観察してみてください。裏面には作品の情報が書かれています。情報に触れ、さらに見ることが深まるだけでなく、作品に立ち戻りたくなるような仕組みになっています。学校での団体観覧や少人数のグループ学習でも活用できます。一緒に美術館に来た家族や友達と見て感じたことを話したりしながら共有してみてください。気がついたら隅々まで見ていたり、作品の印象が変わったり、観察するうちに新たな気づきがあると思います。セルフガイドを通じて作品をじっくり見る楽しさを味わってください。作品に出会うきっかけとなる子どもセルフガイドをぜひお使いください。